グロービス学び放題。僕は管理外形をよく車のメーターに例えます。例えばスピードメーター、このままのスピードで行って時間通りに目的地に到着できるかとか、あるいはスピード出しすぎてもスピード違反になっちゃうし、ガス欠になっても困るし、たまにこう燃料系とか見たりするじゃないですか。ある意味管理会計っていうのは目的地まで安全に確実に到着させるためのドライバーをサポートするツール、そんなようなイメージで捉えてもらえると分かりやすいかもしれないです。管理会計は経理部など特定の部門だけが知っておけばいい知識ではないんです。経理部などに数字が集計されるときには、実はもう数字は決まってしまっているんです。会社の数字を良くしたい、あるいは経営目標を達成したい、そう思うと営業、製造、会社に関わる多くの人々が管理会計を理解しておく必要があるんです。皆さんぜひ管理会計を勉強してみませんか。